はい、そう。で、今、モデルとリアルシステムの話があったんですけども、で、類似性っていうことが問題になってるっていうことだったんですけども、モデルとリアルシステムが、類似性がないということになったときに、そのモデルは多分、よく、まあ、あまり現実をうまく捉えていない、良くないモデルだというものなんでしょうかというのが、それを、まあ、そのモデルを作るにあたって使われていた、セットオブステートメンツの部分はどうなのかなと。つまり、そのモデルは、そのセットオブステートメンツに基づいて作られているわけですよね。うん、で、そうすると、それに基づいて作られていたはずのモデルが、あんまりうまく現実を捉えていないのだとすると、じゃあ、セットオブステートメンツって一体どうなってしまうのかっていうところが気になります。多分、モデルとセットオブステイツメンツの関係っていうのは、もう、むしろここの関係っていうのはものすごくロジカルに密接なので、やっぱりモデルはなんかダメになっちゃうと、やっぱりこっちも、一緒にダメになっちゃうんじゃないですかね。ただ、もちろんこれもセットだから、そのうちのどれがダメなのかっていう、ことの特定がどこまでできるのか。つまりそれは、法律的に捉えていくと思います。法則。ホーリスティック、全体の。ホーリスティック。うん。そうですね。でも、その議論はまだ、同じような疑問だけど、モデルっていうのはどういうふうにそのセットオブステートメントから、引き出されるかっていうか、その関係がよくわかんない。僕もちょっと完全に答えられるかどうかわかんないんですけど、だから本当に経済学者がやってるっていうのは、それこそ小林さんなんかがやってるっていうのは、こうやってるんだろうと思うんですよね。要するに、ある種の過程設けて。で、この見方で、これも合ってるかどうかわかんないけど、僕が思ったのは、フリードマンが過程っていうふうに呼ぶことをこう躊躇していたもの。で、経済学者が過程って呼んでるものっていうのは、やっぱここだろうと思うわけですよ。で、この過程を元にして、で、その過程が生きるような、こう、モデルっていうのをこう作っていく。ここはだから、ある意味、本当に普通に経済学者がやってる。その過程を元にして、こう、定理を証明していくとか、いう部分だと思うんですよ。そこで、例えば、サミュエルさんなんか、ファンデーションなんかの考え方と、例えば、ユーティリティマキシミゼーションみたいな、過程を置いて、それこそ過程を置いて、それでいろんな、コンシュマティケーションとか、なんか、リビルプレファレンスの議論とかなんかをして、それで、それに直接、リアル、現象をそれを説明できるということだと、そういう、こういうサイザーかとかなんかという仮説が証明されたらいいんだというふうに、サミエソンは考えるけれども、フリードマンは、そこはそういう仮説を置くにしても、なんかそこでモデルを作ってみて、そのモデルがうまく、シミュラリティという意味を持って、なんか、ある程度妥当性があるとしたら、そしたらそれでいいんじゃないかという、そういうことも。だから、例えばユーティリティマキシミゼーションとかなんかっていう、ある意味ではロジカルのコンシスタンシーみたいなものは、この準備するわけだけど、それ自身が説明されたということではない。そうですね。そういうこと、うん、そうですね。ということの目的は、リアルシステムで何か、観察される出来事とかで、それまで存在している理論モデルで説明できないようなものを説明するために作るわけですね、理論。だからモデルの役割っていうか、モデルを作ることの目的っていうのは、なんか、モデルを作るステートメントからなんかモデルを作って、で、それでリアルシステムの中で、それまで説明できなかったものをさらに説明したっていうふうにならないと、なんか、理論を作るっていう活動が、あの意味、うん、そうです。シミュラリティはある程度この理論の妥当性を判断するので、うん、それで理論が妥当だと思ったら、うん、さらにそれで変わったことで現実の中のパズルを何か説明
で染まるような説明できると、やはりその単に現実に似てるだけじゃなくて、なんていうか現実を理解する上で非常に役に立った理論になるというふうに評価される。うんうん、そうですね。それであと多分これもだからその多分ねこういうなんかモデル自体が似たようなそのセットオブステートメントを共有するようなやっぱりこれのグループがいっぱいこうできていくっていう感じですよね。でそれによって当然そのリアルシステムの中でどこが説明できるのかっていうのはこう違ってくる。だから これなんか一つだけこう取り出してこう書いてるんですけども、例えば完全競争理論なら完全競争理論っていうなんかモノリシックなその経済理論っていうものがこうだっていう感覚じゃなくってと思うんですよね。むしろクラスオブモデルみたいなのはここで、モデルズみたいなのはここでこう実際には使われている。で、そういうものがその科学者のコミュニティの中で、こう、まさに集団的な認知みたいなことを考えるんですけども、科学者自身がそのかなり限定合理的な、存在であって、で、こういうモデルの妥当性、クラスオブモデルズの妥当性っていうのを評価する活動っていうのを集団的に繰り広げていくというそういう見方だと思うんですけども、ね、これちょっとこの書いてあることね、モデルは理想化されたシステムでこれはまあ表彰っていうか、うん、それで言語的存在じゃないっていうかね、それで現実世界も言語的存在じゃない、これもその間の関係ある類似性だと、うん、だからその次のところにここに入ってくる理論的仮説っていうのは、うん、これはちょっと言葉を巻き出してる理論モデルとか、そこに理論ここです、うん、セオレティカルハイプシスっていうのは、うん、多分モデルとそのリアルシステムの間のシミュラリティを主張するようなセンテンスのことを、ここではセオレティカルハイポシス。で、それは言語的存在だ。言語的存在だ。だけど、それと、こっちの、こちら側にあるのは、セットオブステートメントっていうか、その関係はどういうふうになるわけですか。そのセットオブステートメントってのは、ある意味では、だから仮説。論理実証主義のあれから言えば、なんか仮説を立てて、それで、そっかいろんな論理操作を持って、いろんなステートメントの体系作られてるんですよね。で、それと、そのセルフィカーハイプスで、そういう感じになってくるかなと思う。まあ、繰り返しになっちゃいますけど、セルフィディスカルハイプシスっていうのは、むしろその、ここで作られたいろんなこう、定義とか、そういうものが現実との関係でどうか、似てるかどうかっていうことを多分言うステートですよ。こっちの方が。だから、むしろここでこう作られるこうセオレムみたいなもの、そういうものの外側にあって、なんかメタステートっていう。そういうあれじゃないかなと思いますけど。質問いいですか。シミュラリティっていうのは